皆さんこんばんは、菊地亜美です。もう見てお分かりの通り、最近こんな感じでボサボサなので全然動画撮れてませんでした。今ねお風呂に入って、まあ今というか1時間前ぐらいに上がったんですけど、髪の毛乾かすのがめんどくさくて、でこんな状態、このねあのタオル、バスタオルも逆ですけど、バスタオルもかけた状態で今いたわけですよ。今年入って結構動画の更新率が悪かったので、なんでかっていうと結構バタバタしてたっていうのはすごく言い訳なんですけど、バタバタしてたんですね。みんな動画楽しみに待ってますってメッセージをねくださるのに、撮らなきゃ撮らなきゃって思ってて、え、そしたらこのまんまでいいじゃんみたいな感じで今撮ってます。ちなみにこのバスタオルは娘のために買ったファミリアのセールでゲットしたバスタオルなんですけど、これ子供用本当にってぐらいでかいんですよ。なので私が使ってます。かわいい。はい、ちょっとね準備しながらお話ししたいと思います。あ、見て、トラックオイルの3番なんですけど、これねすっごい人気らしくって、3番っていうのが金木犀の香りなんですよ。でこれがすごく手に入らないっていうので話題に一時期なったんだって。今は手に入るのかな。これ撮影の時に美容師さんからいただいて愛用してるんですけど、結構重めのオイルで最高です。おすすめ。これをねちょっとなじませて、すぐ髪の毛乾かした方がいいんだけど、ちょっと喋ります。私はリップもつけよう。今日はねパパがお風呂に入れてくれて、でそのまま一緒に寝たんですね。すごい早い時間、8時過ぎぐらいにもう寝たんで、私は一人でゆっくりお風呂に入りながら、一人の時間です。一人の時間あるなら撮れよって感じなんですけど、ちょっとね遅くなっちゃいました。空いてた期間何があったかと言いますと、近況報告しますと、なんと私この動画空いてる期間に4キロ痩せました。全身取らなきゃ分かんないと思うんですけど、4キロって言ってもね、ぶっちゃけ私産後からまだ7キロぐらい戻ってないんですよ。そうなんです、もう産後2年半なんですけどね。だいたいさ産後3ヶ月とかでダイエットとかするじゃないですか、4ヶ月とか。産後にすぐダイエットするのは本当に体的にも良くないっていうのを言われてるんですけど、徐々に緩やかにみんなダイエットしたりすると思うんですよ。で私も妊娠中はどんどん体重が増えていっても、産後に頑張って痩せるから、言ってもテレビ出る仕事だから頑張るっていう気持ちだったんですよ。でねやっぱ最初は母乳をあげてるから、産後1ヶ月ぐらいで10キロは勝手に落ちたんですね。残りの5キロぐらいは全然痩せなくて、でなんで7キロって言ったかと言いますと、産後関係なくちょっと太り始めた時期に妊娠したんですよ。なので自分のベストは今からあと4キロぐらい、合計8キロになるんですけど、4キロは痩せたいなという感じです。今この動画をね見てくださってる方々は本当にすごく優しいから、アミちゃんもう痩せなくていいよとか、アミちゃんが痩せたら私も焦っちゃうとか、今ぐらいがちょうどいいよとか言われるんですけどね、本当に見た目だけの話じゃなくて、私人間ドックの結果がめちゃめちゃやばいの。悪玉コレステロールが多くて、今の年には考えられないぐらい体が悪いっていうのを言われたんですよ。なので見た目はもちろんなんですけど、見た目のためだけじゃなくて体のためにもダイエットしなきゃいけないの。だからそういうね皆さんの優しい言葉には甘えず、ちょっと自分のために、家族のために痩せなきゃいけないわけですよ。でどうやって4キロ痩せたかと言いますと、今ね16時間ダイエットっていうのをしてて、16時間ダイエットって聞いたことあります？結構私の周りでやってる方がね3人ぐらい、番組の収録でタレントさんがやってるって言ってた人が2人で、あとリアルな友達が1人いてやってるんですけど、その何かと言いますと、3食きっちりしっかり食べるんですけど、その1日のうちの3食目と次の日の1食目の間を16時間空けるっていうものなんですよ。だから例えば夜6時に食べたら次の日の朝は10時に食べる。で16時間空いて空腹の時間を長くするっていうのが、こう胃の中でね消化して、こう空っぽに、空っぽにまではならないと思うんですけど、胃に負担がかからず体も軽くなって吸収しにくくなるっていうダイエットなんですよ。なのでこう食事を抜くとかそういうのではなくて、3食食べる
するけど時間を変えるっていうやつをやりました。私的にはすごく効果的で、まあ、私朝ごはんね抜いたりするのも結構あるんですよ。なのでその朝ごはんを10時とか11時とかまで食べずに朝昼兼用みたいな感じで食べて、でまあ3時ぐらいに食べて、で夜また7時とかに食べてみたいなのが結構仕事が不規則っていうのもあって意外といけたんですね。なのでそれがすごく合いました。毎日ね逆に規則正しいとすごく大変だとは思うんですけど、しかも6時にさ食べれない時だってあるじゃん。もちろん娘と一緒にパパもいて食べるって時は6時とかに食べるんですけど、私がねたまに夜の仕事もあるので、そういう時はもう現場で食べてパパと娘はお家で食べてみたいな、あと保育園に夜ご飯ねお願いしたりっていうこともあるんですけど、まあ、そういう時はちょっと崩れちゃうからもう次の日はもうお昼ぐらいに朝ごはんを食べるっていうのをやってます。でもね4キロ痩せたところでねあんまりわからないんですよね。こういう動画越しとかテレビ越しだったらあんまりわからなくて、ちょっとすっきりしたなピークよりはぐらいなんですけど、もともとがもう大ピークだったんで自分的には変わったなって思います。お腹周りとかね本当にパンツのウエスト周りがもう如実に出てるんですよ。なのであこれパンパンだったのにちょっと開けるようになったとか、たった4キロで変わるのでちょっとこれからね続けていきたいなと思ってます。やっぱり生理の終わった1週間後だっけ2週間後だっけ、ルナルナで痩せやすい時期に入りましたってなんか通知決まる通知来ませんっていうかやってる人だけだと思うんですけど通知が来るんですよ。その時が本当に大チャンスで、まあ、余計なものを食べない、あと間食を抜くっていうすっごい当たり前のことなんですけど、もともとがすごい食べてたからもう本当に1日5食ぐらい食べてたの。動画見てくださってる方分かると思うんだけど本当に夜中深夜食すごいしてたから、いっちゃんとウーバーイーツしたりとかしてたんで、それをなくすだけで、まあ、徐々に減ってきたかなという感じです。そんな最近を過ごしておりました。ちょっと動画の更新またまた遅くなっちゃったんですが、また撮りたいと思います。もう本当にさいつもすっぴんでいつもパジャマなんだけど、今日はもう髪も乾かしてない、何もしてない状態で本当申し訳ありません。皆さん今日も育児お疲れ様でした。お仕事お疲れ様でした。バイバーイこんなんですいません。